子育て副業ランニング。はい、どうもソータです。いやー、かかってしまいました。流行り病にかかってしまいましたね。いやー、それで今隔離状態で家族とも今離れ離れにはなってるんですけども、いやー、かなり、最初の方は、まあでも喉の違和感から始まって、まあちょっとずつ、熱が出てきたかなっていうとこでした。で、抗原検査したら、陽性っていうことで隔離になってしまいました。で、今日は何の話するかっていうと、そんな中でやっぱり異変をガーミン気づいてくれてるんですよね。サインはあったんかなって思います。まあしっかり普段から、心拍数、呼吸数、活動、睡眠などなど取ってくれている、ログを取ってくれているガーミンだからこそ、気づけてたとこもあるかなと思うので、後々見返して、ああそこでもうかかってたのかなって後悔しないように、ぜひ皆さんもいろいろガーミンで確認してみてください。今日はじゃあ、ガーミンの、ガーミンコネクトっていうスマホアプリを使ってしっかり解説していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではガーミンコネクトを開いて、まあ今、しっかりデバイス945を、リンクさせてるんですけども、もうこの時点で新しいインサイト開始日時っていうのが、最近睡眠が少し乱れてるようですってここにもう書いてますよね。完全に乱れております。で、何について見ていくかっていうと、今回は心拍数、ボディバッテリー、ストレスレベルと睡眠、この4つしっかり見ていこうかなと思います。じゃあまず心拍から見ていこうかなと思います。まずガーミンコネクトの心拍ってとこを押してもらって、まあ今日の、心拍数が出てますよね。僕安静時だいたい40何回ぐらいが49回、4週間のとこで見ると49回、1年間で見ると44回なんですけども、ここ7日間53回で上がってるんですよ。これが僕30日に罹患したっていう風になってるので、30日からもう50回、60回、62回ってもう安静時からかなり、脈拍を打ってることが分かります。で、29日の状態ではまだ40代だったので、もうここら辺でかなり異常があったんかなっていうのは思います。まあこの青のグラフ見てもらっても、急に30日ぐらいから上がってますよね。かなりだから心拍も気づきがあったのかなと思います。4週間で見ても最後のとこだけ青いとこがグググって上がってるので、少しここは気づけたとこかなと思います。じゃあ次、ボディバッテリーいきましょう。ボディバッテリー今日は14ですね。もうチャージがまず21しかできてないんですけども、7日間見てみると、いやかなり、月曜日から、火曜日にかけてってすごい少ないですよね。トゲがすごい少なくなってるのがわかると思います。でプラスもやっぱ最初の方は50代、プラスだったのが、31とか、1日っていうのはもう14とか21しか回復してないので、これボディバッテリー何かっていうと、また前の動画見てもらったらいいんですけど、体力ゲージですね。この体力ゲージを表してるんですけども、あんまり回復できてない、しっかりポケモンセンターに通えてないっていう感じの、イメージだと思っていただければと思います。ボディバッテリーも、低い状態で、30、31、1と来てる状態です。で、ストレスレベル行ってみましょう。ストレスレベルでは、まあ、7日間見てみると、こんな感じですね。最初の方は40代前半から、30代なんですけども、30日から40代後半からもう31なんて59って、かなりストレスレベル感じてますよね。グググって上がってきてるので、4週間にしてみたら分かるように、かなり、ストレスレベル高い状態になってます。はい、で次が睡眠行ってみましょう。睡眠行ってみると、今回も、8時間一応今日は寝てるんですが、7日間見てみると、一応8時間、3時間、4時間、5時間あんまり寝れてないっていうのが現状であって、で、この紫のところが、レム睡眠時間って言って、しっかり寝れてる時間なんですけども、完全にこれ見てグラフ見てもらったら分かるように、30日から紫の値っていうのがほとんどない状態になってます。深く眠れてないんですよね。31日とか30日なんてもう水色の枠、浅い睡眠時間っていうのがかなり長くなっているので、しっかり寝れてない状態かなと思います。はい、こんな感じですね。で、睡眠スコア見てみるとやっぱりこんな感じですよね。最初の方60代50代70代っていうのが続いて、42、29、47って、2月1日に至っては8時間寝てるのに47っていうスコアになってます。かなりスコアが低いんですよ。
なんでこうガクッと最後下がって、4週間にするとガクッと下がっている状態で、睡眠が質がかなり悪い状態になってます。はい、こんな感じでガーミンってしっかりやっぱりちゃんと自分のログ取ってくれてるんで、かなり異変には気づいてくれているのかなと思います。はい、そんな感じですね。いやー、やっぱりしっかりガーミンのログっていうのは過去からずーっとしっかり取っていってるので、自分の体の異変にはかなり気づいてくれるかと思います。なんで常にじゃなくていいんですけど、1週間に1回必ず心拍だったりとか、ボディバッテリー、ストレスレベル、睡眠、ここら辺はしっかり確認してもらって、しっかり自分の状態がどのような感じなのか、まあ、自覚症状だけじゃなくてしっかり数値化してくれるので、自分の異変に気をつけれるかなと思います。はい、そんな感じですね。いやー、ここから1週間隔離生活なんですけども、しっかりやれることはやって、誰にも移さない、感染を広げないことと、しっかり体の勉強はしていって、これから明けた後しっかり、サブ3、3時間切り目指していける体の練習はしていこうかなと思っております。はい、そんな感じですね。まあ、このチャンネルではスマートウォッチがあると、かなりランニングの質であったりとか、ランニング生活っていうのがめちゃくちゃ楽しくなります。なんで、そんなガーミン情報であったりとか、ガーミンの、使い方っていうのをお届けしていこうかなと思っております。それ以外にも、フルマラソン、42.195キロで3時間切り、サブ3を目指していく、ちょっとしばらくお休みするとは思いますが、練習動画も頑張って上げていこうと思いますので、応援してくださる方はグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた頑張っていきましょう。それでは失礼します。